皆さんこんにちはレクセン人講師の佐々木博美です本日は延長期間で記述の基準点を突破する講座、えー、こちらのご講座のご紹介です え本講座あのお受講の対象となるう、まあ、大体ですね想定しておりますのが、えー、あの解き方が安定しないなかなか記述,あの,記述の基準点、えーまあ、あのそうですね、えー、安定的に35点が取れないと70点満点中不等消等を合わせて35点、えー、これが安定的に取れないといった方向けの講座という形になりますがで今まで講義も受けてきたでそして、えー、基本的な 問問題題集だとか中級レベルの問題も解いてきたそういった方で、えー、なかなか本試験レベルの問題を解くようになって、えーね、枠ずれを起こしてしまったり、えー、商業登記でできない却下、えー、自由に気づけずに、えー、でかいミスで失点、えー、でかいミスを起こしてしまった、まあ、いわゆる大事故ですね、えー、大こけをしてしまったで、えー、そういった経験がものすごい多くてなかなか点数伸びないんですというこ声を、えー、よく聞きますのでそういった方向けにこう企画した講座なんですが。えー 特に本試験レベルの記述問題になってくるとやっぱり闇「闇雲に解いても一か八かうまくいけば枠ず、ねえー、れ起こさないんですけども」という状況まあねさすがに1年に1回の試験で「一か8かに書けるわけにはいかないわけですよ」となると、ねえー、いかに高得点を取るかよりはいかにこけない答案を作るか。 こちら、ね「あ」を主眼に解いていくべきなんですね。で 過去5年の記述の基準点の平均値を見てみますと半分もいいいってななんででですすね点点点満中平均値ううとももかよちろんね難しい年には基準点下がったりそして簡単な年には基準点上がったりというところはありますがただ簡単な年でも逆に採点がちょっと厳しくなってしまってそういった時には答案作り記入には 注意しなければならないポイントっていうのもあったりします。で、そういったところも含めてですね、えー、ね、簡単だった時にはどうするのか、で、途中で書きながらミスに気づいた。 でえー、枠をチェンジしたくなったらどうすればよいのか途中でどう立て直していくべきなのかといったところも含めてですね、えー、答案にいかにどのようにメモを取っていくべきなのかまで含めて、えー、まあ解き方実況中継的に実際これあの講義、ね、でやったところなんですがあのどこにどうメモしていくべきなのかで、えー、読む順番ですね、えー、そういったところもお含めてですねあのー、講義ねこれを展開していきます。で、えー 申請日を意識する何回申請なのかで、えー、そして、あのーまあ、例えばその中学期の、えー、読むポイントだとかも含めて、えー、メモを取りながら、あのー、そうですね えー、解き方実況中継的に講義を行っていきます。素材といたしましては去年の直前期に、えー、実施いたしました。あ去年のレックで、えー、直前期のファイナル、そして公開もし、えー、こちらからあね素材を今年の本試験、えー、にあのそうですね改正論点もちろん除いて、えー、ね今年の本試験にも十分対応し得るようなあ論点からあピックアップしております。でそれを不動産登記商業登記合わせてまずどちらから解くべきなのか不動 方から解くべきなのか、小党から解くべきなのか、えー、この問題はあね、一回申請、二回申請、読むべきポイントで、えー、頭から丁寧に読み進めていくうわけではないんですね。本試験の問題はまずぜざっと、えー、問題の作りを見てからね、えー、そして解き方、ね、これを構成していくというところからあね、記、え、述、ー、の演習を始まっていきますので、そういった形で、えー、実況中継、えー、あの受けていただくとおね、あのー、まあ解き方が安定的に身 についてくるようになるかなと思います。で、えー、まああの今すべきことは、えー、記述の高得点を狙う勉強ではなくて。 大ををしなないいい作りここれを自身に身にににつけていくというとうろになりますそういった意味においては特に「失点を防ぐ編」「解き方編」3回とそして「失点を防ぐ編」残り2回で行いますが合計5回不動産登記5回商業登記5回分の問題を解いていただく形になるんですが前半3回が「解き方実況中継」プラスそのねそうですね解き方のポイントそして残り2回 があー失点を防ぐ編といたしまして特に不動産投機の枠ずれチェックポイントだとかそして商業投機においては役員変更だとかそういったメジャーな論点に関してはここを注意しなければいけないチェックポイントそういったところを中心に解説講義を行っていこうと。 思っております、えー、ぜひですねあの卓一は攻め記述は守り、えー、その記述の守り、えー、ぜひ安定的に、えー、35以上取れるような実力これを身につけて本試験会場に向かっていただきたいそういったあ講座になっておりますぜひですね、えー、皆さんの直前期、えー、せっかくの延長期間、えー、実りあるものにしていただきたいと思っておりますそれではあ皆さん検討、えー、を、ねえー、お祈りしております頑張っていきましょう